高いのね、うん、何だか知らないけど、それで放送作家とか、あの例えばギャグを書く人っていうと何だか低いのね、うん、すると本当は本当は大衆に愛され、そして大衆のためにさ、陰で本当の陰で、あのやってるのは津城さんの台本やってるのは例えば僕たちがやっちゃってるわけなんだけども、そのなんか本当の元をね、元のおかしさだとかいろんなものを作ってくれてる人たちは、そういう人たちがいるわけ。そういう人たちが何だか知らないけれども、あの一つもう一つ恵まれないのね。で、あのそういう言うなれば津瀬さんっていうのは日本のだけど今あるね、あのこのテレビっていうのを、あのあるいはラジオっていうのを、あの影から本当にあの舞台裏からあの作ってきてくれた人なの、うん、と何だか知らないけども、あの虚しいなっていうのがね、非常にするんですね。僕は、まあ、あの死んでしまった先輩をね、痛むっていうよりはちょっと説明しておきますと、僕やあの相川欽也が学童疎開の世代だとすると、津瀬さんは学徒動員の世代で、しかも学徒動員の最中に右手首を、うん、あの工場の機械で、切断しちゃってるわけですよね。そうなのね。つまり作家で右手首がないっていうことはどんなに辛いことかっていうと、うん、それは左手で書き始めて、うん、そこの左手しか使わないから、あのタイプで打つような仕事をしながら頑張った人なわけですよね。本当に頑張った人なの、うん、で僕はあの彼は自分の腕首がないことをね、つまりね、彼がカバン左手でカバン持ってるでしょ、うん、それで何気なく僕たちがほらちょっと持ってなんて言っちゃったりする時があるわけ、うん、ね、片っぽ、うん、ただそれは今だからとってもそんなこと気にしない人だったの、気にしない人だったし、うん、いっぺんね、僕は新宿で飲んでね、うん、あのチンピラと喧嘩になった時があって、うん、その時にね、津瀬さんがね、うん、その腕首のないうん、右手をいきなりそのチンピラのお腹のところにボンって当てたわけ、うん、そうするとほら腕首がないわけでしょ、うん、だからチンピラはさ、腕首がお腹自分のお腹の中にめり込んじゃったと思ったのね、うんうん、ねそう思ってギャーって逃げてったことがあったの、 あのパッと見たらあのもう腕首しか見えないから、そういう感覚がすごいです ね、でそんなことがあったりいろいろしてたんですよ。ただ僕はね、あのその階段から落ちて亡くなったっていう時に、あの彼はいつもね、左手はポケットに入れてる人だった。うん、あ、ね、それで酔っ払ってるでしょ、うん、酔っ払ってポケットに入れたまま階段から落ちた時に、うん、右手があれば助かってる、うん、右手があれば掴めた、例えば手すりを掴めた、うん、頭をぶつけるのをかばえた、うん、なんかあったと思うんです。だから僕はそれが学徒動員っていう、つまり、うん、これも戦争の犠牲者だから、うん、あの三十何年経って僕はツンベが戦死したんだっていうふうに、ん、あの話をしてたんですけれども、うん、そんな先輩がお酒で亡くなっちゃったもんだから、で僕はお酒飲めないじゃない、うん、で、ああそうかと思いながらどうにもならなくてね、それでちょっと飲んで寝たりしました、うん、とにかくみんなからあの津瀬博っていうあの大先輩は、うん、ツンベツンベって言われて、そしてあの本当におかしな人で、であのエピソードもいっぱいあるんだけど、それが全部なんか知らないけど彼が今まで作ってきたあのおかしい、そしてあの大切なのはあの僕はパロディっていうのはね、これは江戸小話に始まって、いつでもあの庶民がたった一つこうあの権力者たちに、あるいはそういう力に対してあの儚いけれども抵抗してたのはみんなパロディだったっていう気がするんで、そういうそのあのこれは江戸小話、つまり落語家さんたちが江戸時代からやってきたりなんかした中でもそういう発祥があるのと同じように、常にこのパロディっていうのは軽やかに見られるんだけれども、実はそれは本当にあの庶民の魂として、あの時のいろんな権力やなんかに対してある批判をですね、あの隠れたりいろんな美濃を着てみたり隠してみたりしながら、ある時は忍者のように、ある時は何か知らないけどこうモグラのように潜りながらやってきたのが、 どっか人間がこのうんとうんと間違いそうになることを食い止めたりしたことがいっぱいあると思うとね、すごい大事なことをやってくれた人なんだと、本当にあのご冥福をあのお祈りしたいと思うんです。ちょっとね、こういうことってあると思うね、うん、例えば、相川さんとかキンキンとかって僕はあなたを呼ぶでしょ、うん、あなたも A さんとか、うん、いろいろ呼び方があるよね、うん、あの清志は清志で、うん、僕はね、僕のことをとにかく遠くからでも近くからでもね、エロくっていうのはツンベだけだったの、うん、あとは必ず A さんであったり、うん、A ちゃんであったり、うん、あのね、A 先生であったりっていう時もあるじゃない、うん、そういう中でエロくって言い続けてたのは彼一人なので、つまりそういう付き合いなわけ、うん、でそのエロくっていうのが、つまりあの呼び声がもうないっていう、うん、ことはね、なんかとても寂しいですね、うん、なんか本当に最後までね、あの一生懸命になってさ、あのみんなを笑わせることにばっかりこう考えたりさ、あるいは人をこう笑わせながらさ、チクリとやってみたりすることを考えてきたさ、あのツンベさんらしい、逆に言えばさ、そうなんだかとっても虚しい、うん、あの死に方しちゃったんで、だから冷たく遺族のことなんか考えたらそれは別なんだけれども、あの死に際としてはね、自己死っていうのはいいんじゃないかなっていう
つまり誰にも迷惑かけてないし、うんうんね、長いはずただね、すごく思ったのは、そこで僕が言いたいのはね、もしかして日本はっていうか、これ世界でそうかもしれないけども、小説家だったら、例えばね、その後印税とかなんとかっていうのが4、50年も何年も入るでしょ。つんべがやったことはね、つんべさんがやったことは、みんな放送として獣のようにフッフッ、パロディってのはいつもこうやってフッフッ、日本ではましてそういうもののギャグマンとかそういうものに対するあのなんていうのかしら、認められ方っていうのは少ないし、あのそういう人たちの生活が保障されてないので、もうパーッとつんべさんが死んだと同じようにファッとこう消えちゃうっていうところにね、俺は本当はね、あの逆に言うとそうなんじゃないんだなっていうね、あの気がするんですね、うん。まあそういうわけで、これはあのもしかすると何かの機会に、とってもテレビやなんかのタイトルやなんか好きで、そしてタイトル好きって変だけど、見てるときに津瀬博っていう名前をあの見たことある人があるかもしれないけども、そのまあ僕らの大先輩がこの間あの実は残念ながら死んでしまいました。とても辛いことだっていうふうに。で、あのテレビとかあのラジオっていうのは、あの実はこうやって、例えばラジオの場合こう放送してる、それからテレビの場合には画像に映ってる、そして喋ってる、あるいは演奏してる音楽たちというのの、あの後ろの方にもういっぱい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 いろんなあの人がいて、でそういう連中がコツ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 みんな好きで、映画なんかだって本当は映ってるのはスターさんなんだけども、その裏にもう本当にあの好きで好きで、あのシコ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 やってるやつがもう何十人もいて、でそういう連中があのとってもあの本当は恵まれてなくて、でそういう中であのだけどもそういう人たちがいるんだっていうことをね、あの知ってもらいたいのと、それとね、うん、あのもう生まれたらもう民放があって、生まれたら その深夜放送があってっていう世代が大部分聞いてるわけでしょ、うん。だからあの僕たちは20歳の時に民間放送が始まったわけですよ、うん、みんなね、うん、僕らの世代は、うん、だから民間放送のスタートから始めた人たちの中から、うん、もうそろそろ、うん、有名世界を別にする人たちが出てくるっていうのね、うん、で我々しっかりしないと、あなた、申し訳ないような気がしますね。そうですよ、さっきの方でもまあふざけながら行きますか、ね、ふざけながらつんべさんの報告をさせてもらったところで2時になります。お知らせ、次のお便り。この小心者はスピード違反などもまるでしようとはしません。不良娘も二十歳を過ぎればただの人。あれ、こういう言い方されてますね。不良娘も二十歳を過ぎればただの人。ティトンティトツン悪さをすることを勧めているんじゃありませんのよ。ただ日々をありきたりだ退屈だと嘆いてばかりで、行動を起こそうとしない自分が情けない。種をまかずに実りを待とうなんて無茶よすぎますね。はがきも読み方によってなんかちょっとしたなんか隅田川みたいになりますね。種をまかずによ実りを待とうなんて虫がよ時間かかるよ俺渋茶飲んでください。あの自動に何だっけ、自動茶器のやつを、はい、情けない本日本に情けない。この方本当にやけにそういう書き方してますね世の中怖がってばかりじゃ 何もできませんわ。さ頑張らなくちゃ。お体に気をつけてくださいませ。私3月うさぎですへえ粋ですね。あら粋なはずだよこの方別府なんで別府ない。いやなんか別府は粋だなと今と思ったねえ、別府は帰りじゃないよ、粋だよそれでまた次のそんなにおかしいですか何を言ってるの。ただいまこちらで中継をしておきますと、風がだんだん悪化しております鼻垂れてくるわ、もう汚いよ今日はこのままもうちょっとおかえさん細かい小銭しかないの大丈夫、ラーメンは僕がおごるからええさん次のお便り一生懸命拾っております。さて、はい、金屋パックでこの間、こんな話を言ってましたけども、はあ、デートでキスではなくて相引きで口づけ、うん、で法要で接吻、ほうほう、古い言葉をなんか並べて、うん、あの喜んでいらっしゃるようでした、うん、そして常時で悪夢と、なんか悪夢のことをあたかも古来からの日本語のように言っておられるように受けたまわりましたが、何言ったっけ、言ったらしいんだよね。だけどフランス語のアコメから来た言葉であります。どういうふうにスペルだったんですか。伸ばし ACME の上にチョンをつけていただきたいんでフランス語らしくね、
全部発音は別に変わらないと思ってね、杉並みの方からいただきました。どうもありがとう、ご心配おかけして。ジョージが過ぎて目が赤くなった。ジョージで赤目って言ったの。間違いでした。それではこれは間違い、フランス語じゃありません、日本語です。金屋殿、金屋パック初めてハガキを出します。そして時々聞きます。なっちゃんちゃこちゃんの放送は割に聞いてます、足からず。そしてそのあまりのバカバカしさのためにとうとう最後まで聞いてしまった。翌日、朝1時間目から講義がある。おかげで昼から眠っちゃった。もうたまりません。初めて聞いてこれですもの。この先金屋パックの中毒になったらどういうことになるか不安であります。しかし金屋さんをはじめ田中書士のあののびのびとしたバカバカしさは一体どこから出てくるのでしょうか。疑問です。根本的にバカバカしいんですよ。私の思うに他の放送で思ったことを喋れない、いわば鬱憤をこの番組で思いっきり晴らしているのではないでしょうか。僕なんか思ったこと言っちゃいますよ。田中書士のあの生き生きとした声は他では聞くことのできないものであるような気もいたします。これから一層頑張って。乱筆乱文失礼、和歌山県のですね、原くん20歳学生くんね、ちょっと割とあの真実をついてます ね、そうです。それあるんです、本当その通りなんです、はい、例えば僕らはそうそうね、あんなこと言っちゃいけないだろうかってことあるんですよ。例えば本当にね、そこら辺っていうのはね、そんな打ち話って本当はするもんじゃないんだけれども、やっぱりね、あのテレビなんかってのはやっぱりメカニックが多い、うん、メカニックってのは増えれば増えるほどね、制約が増えてくるわけですよ。そうですね。ラジオってのは何たってさ、ここにあるこのマイクロフォンしかないな。今こすったけど、だから言うなればね、そういう意味じゃこんななんか時間はない。だからもしこれをね、お前あれ言っちゃいけない、これ言っちゃいけないって言ったら明日やめます。だからあの本当なんだよね、本当ね、うん、でもしそれがね、このいつかも言ったんだけどね、あの聞いてないでよくね、パックをね、深夜放送聞いてないでさ、深夜放送って何だってね、そういうこと喋ってんだってね、なんだってねって言うとね、そういう人となるべく友達になんないの。そうでしょ、あのすごいことやってんの山本幸太郎だけよ。そうだ。あれはね、俺聞いててびっくりするからね、うん、あのまずやめさせられるとしたらあれからですね。そう、順序はね、うん、うちは3番目じゃないかと思って。でも揃って例えばさ、パックインミュージックはみんながですよ、やめさせられちゃったとしたら、これまた面白いじゃないですか。そうです ね、もうあの太鼓目コーナーなんてね、うん、ね、大変なもんですあれは。それじゃあ次いきます。僕はねでもね、一貫して言いたいんだ、やっぱりね、夜ね、こんな2時過ぎにさ、今2時15分を回りましたよ、もうね疲れた人絶対寝なさい。その代わり起きてる人は起きなさい。あの本当冗談別にしてね、あのね、ただどんなにおかしくても、どんなにバカバカしくても、何があっても、あのなんていうのかしら、なんかこうさっき言ったさ、あれと似てんだよ。つまり恋は不条でさ、不条じゃない、不条理。不条じゃいけないの、不条理。言葉気をつけろよ。不条理ってね、だから声でなんだっけ、恋をするということでさ、人生の結論にするなといったようなことをさっき A さんがおっしゃったけども、例えば放送とかなんとかの中でさっき言ったそのパロディとかなんとかっていうもので、それだけでハーッと笑って終わっちゃうというんじゃないっていうところさ、チラッと分かってくれたり人がいると飛びついて抱きついてキスしてさ、ね、うん、もう一緒におしっこしちゃいたいくらいあの嬉しくなるわけよ。例えばそういうものがさ、一緒におしっこしちゃいたいっていうのはすごいね。あれフェイダナウェイのあの夫婦の役でさ、フェイダナウェイがフェイダナウェイはおしっこしませんよ、ジェンフォンダだよ、ジェンフォンダ、うん、がおしっこしてるでしょ。熱がまた上がってきたようだ、悪化してます。もう高いよ、ほら見て。僕はこの間ね、あの小敷と王子という映画を見ました、はい、あのちょっと検索手首かして、オリバリードが主役のね、うん、これあのタイトルをね、うん、あ今あの清志くんが脈を測ってます。清志医者みたいな、じゃあこの人はほらこういうことをちゃんとできる資格のある人だから、すいません、ね、脈どうですか、脈を今測って、今私いいんですけど、よせよ。なかったらじゃあ僕はなんだよ、清志人間じゃないじゃない。僕はね割と暗示にかかりやすいんだから、いやある大丈夫、あったちょっとだな、軽くあったよ、そう、うん、軽くあったっていい脈してるんでしょ、ね、いい脈だよ、動いてる、今ボサノバだと思うんだ、タッツタッツ、ちょっと早いね、やっぱりね、いやさ、やっぱり風の菌が回りつつ、37度3分ぐらいですか、よし終わりまでにしっかり映してる、ね、いやちょっと映画の話していい、はい、映画の話、小敷当時に限らずね、うん、あの映画のタイトルを僕はとってもね興味深く見る人なの、うん、ちょっとそこにはさ、あのギャグマンだのなんだのっていうのもいろいろあって、うん、あなるほど、
例えばキャスティングディレクターなんての出てくるわけ、うん、でこういうのは日本の映画にはないわけですよ。ないですね。キャスティングだけのディレクターなんていうのはいないわけだから、うん、だからアメリカの映画はいいなと思いながら見てました、うん、そしたらなんとこの間古事記と王子の中にさ、あのディレクターからずっとあるメイキャップもある、うん、その中にまたメイキャップが入ってある、うん、そのメイキャップはねミセスラウェルクエルえ ラクエルウェルチラクエルウェルチのメイキャップ、つまりラクエルウェルチのメイキャップをした人は一人だけ別にタイトルが出てるの、はあ、つまりどんなに力が強いかってことだね、そうなんだね、うん、でもそういうことはすごく大事なことなんだ、とても大事なことですよね。おいかわきなんかどの映画出たって同じだもの今度ヒゲつけちゃうもん俺なんかしなさい、それであなたのメイキャップは誰誰っていうふうに出せるようだと、まあ、僕のメイキャップは僕がすることが多いんだって大事しないんだもんね。だからねやっぱスターってのはこういうんだなと思って見てました、うん、あそうか、うん、いいよ今度は星つけちゃう、個人的なメイキャップ のねした人の名前まで出てんの、誰か金谷メイキャップって書いてる寂しいね、でも次のお便り、はい、去年の手帳を送りながら毎日あなたと会っていた頃を思い出して突然のお便りなんですよ、書き出しからしてちゃんと一行も抜かさず僕読んでますから、はい、僕に当てたもんじゃないかもしれないけど去年の手帳を送りながらちょっと今どいつと思っていいの、いいよ、うん、去年の今日は知らない人よってほら奥山くんが言ってたじゃない今年の今日はうちの人っていいね、去年の今日は知らない人よ今年の今日はうちの人なんちゃってまた熱上がったみたいそれでは去年の手帳を送りながら毎日あなたと会っていた頃を思い出し、夜車の中であなたの膝にもたれて酔いに任せて暗い中で少し大胆になれた私、危ないよあんなことやったら事故のもとだよやめな、いつかいたんだ俺ね、前走ってる車見たらね、せっかく伴奏してんのうるさいな伴奏してんのか、俺なんか今日は雑音が多いじゃん、嘘だよちゃんと読めよハガキを、じゃあさ、ハガキ読むよ、おいすごい注文多いな俺に対して、じゃあ気分出して読んだからね、そう、じゃあ少し大胆になれた私、あなたの大きく温かい手で優しく抱いて、手でよかった、え、なんでダメだ、ほらダメあなたの温かいものでだから物騒だよね、車で運転してってさ、でそこで僕言いたいわけよ、実はね、いいな、カトリーヌコーナーって何にもまだやってないじゃないかいけもう熱またがっちゃった、それでね、あの前にね車走ったらね、うん、車なんかもつらってなんだしないけど、最初はねあの事件かなと思って、うん、それで僕すごい探偵みたいな気持ちになるでしょ、うん、そしたらこれなんかもしか何かだったらさ助けちゃってさ、うん、そうするとあの次の日の読売新聞に寝るじゃない、いや毎日でもいいんだけど読売にねいや、はい、いいんだ朝日でも、うん、それでねと思ったらね違うんだよ、もつれ方が、うん、かなり大胆にね走ってながら、あ前は運転してるとこに運転手はいるのか、男の人とそして女の人いるわけ、後ろに男と女がいて、うん、4人で2組のカップルよ、うん、後ろがね、うん、どんどこどんどこいろんなこと始めちゃうわけで、足がブーンだってこう窓のとこに出てきたりしてさ、最近の車ってあの後ろの窓でかいじゃないですか、でかい、ね、昔車ってちっちゃかったね、うん、後ろの窓がね、ほんとね、うん、今のね今の車はダメだよ、ああいうことやっちゃうもうそれでヘッドライトが当たってっからさどんどん、それでさ僕は世田谷市うちが、うん、離れられなくなっちゃったの興味を引いて、それでどん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 行ったらさ田無まで行っちゃった俺だあれかどうしたら、あのでそこで見失っちゃったんだよ、帰ってくるのバカバカしかったけどね、ああいうのはあるんですよね、でどこまで行ったんですか、田無って、いやどういやだからえ田無じゃ分かったんだよ、なんか足が揺れてたから田無までは行ってんじゃない、あの辺からこうずっと田無だから狭山湖が見えたりいろいろするんじゃないの、だからずっとでホヤなんかもう通っちゃうんじゃないかしら、所沢だったんですね、もうそりゃそうですよ、ええ、なんか青梅がパックリこうなんか見えるようなそういうもうあれはいけないよね、でおはがき大体伴奏やんないのもう呆れてるよ、間が入ってしょうがないんだよ、いや今からやればいいですよ、こんな綺麗などうせなんか言うんだよ、だけど言わない、もう言わない、終わりまで言って、少し大胆になれた私、あなたの大きく温かい手でここで間違ってたんですあなたの大きく温かいものでって言ったらえらいことになっちゃった手で優しく抱いてくれたあの頃、でもうちの前で私を下ろすとあなたは帰っていった、そうあなたには家庭があったのね、まただよこれ一人残された私は冷たい布団の中で
指を噛みながら、あなたの手を噛み、体の至るところに感じながら、その日は泣きに。匿名希望ですよ、もちろん。ねえ、はあ、いいね、羨ましいね。ね、そういうことしちゃいけないよ、やっぱりね。一人で寝る時はよ。あ、俺明日、え、あの、いや、加藤時子と二人だ。二人だって言うとそこで止めちゃうと変だよ。二人で何すんのよ。加藤時子と二人で、え、コンサート。どこで？長野で。明日長野どこですか？あれをきっかけにおときさんとやるようになったんですか？おときさんから、ね、石垣島をきっかけに。どこでやるんですか？ギャラのない仕事がどんどん来るよ。長野のどこです？え、市民会館で。でもこれはとてもいいの、ボランティア の集まりで。ああ、いいですね。 あれ野菜の野菜のボランティアじゃない。あ、違うか。難しかった。障害児の子供たちの長野市ボランティア、うん、そう、とてもいい運動を長野でやってるみたい。ああ、そう、うん、それはやったのですね、うん、やってきます、はい、続いて次のお便り、はい、奥山さん、 A さん、こんばんは、はい、俺の間なんか買っちゃいない、はい、今年の冬は去年ってことはないよ。今年っていうよ、去年って読むようになっちゃったもん俺は。もうじゃあ熱上がってますよ。そう、もうそろそろ8度を超えました。鼻出てくる。暖かい。俺も鼻が出てきた。映ってきたんじゃないかな。あんたでっかい声するから。声がでかけ映るってもんじゃない。ちょっとこれ薬飲むよ。あります。はい。ね。ね。うん。風邪薬って聞くのかな。まあいいや。去年の冬は暖かいという、今年の冬は暖かいと言いますが。やはり夜は冷え込みますので、お体に気をつけてくださいよ。もうダメみたい。ところで今夜のパックにはキンキンもいるそうね。先日保険で老化現象というのをやりました。やめようかな。老化、あれ、老化、俺今日恥ずかしいことやっちゃったの。どうしたの姉さん。俺もう一人の田中のさ、徹子の部屋っていうのに出たの、うん、ね、うん、それで、ね、じゃあ今日のお客様 A さんどうぞって言って出てくときにさ、うん、別に何にもないのにつまずいて徹子の前で四つんばいになっちゃったそれは現象ですよ、うん、絶対なんだから A さん、だからやっぱり足元がふらつくっていうのはね絶対現象だ。ドシーンと転んじゃったの。じゃあこれ読む、やっぱり読んで読んで、あ、うん、あ、おかしい。松本ちゃん、誰かさ、トイレの鼻紙でいいから汚くてもう俺先日保険で老化現象っていうのをやりました。老人になると皮膚にたるみがやだね。はい、たるみができてますよ。もうたるみが出て、もうしみもできてますよ。ああ、若干の、お前本当にトイレの花見ああいうことは冗談で言ったらさ、誰かが例えばさティッシュペーパーとかトイレからお前今誰かが使ったって、ちぎった後のある花紙をさ持ってくんじゃないよ。さすがバックのスタッフだ、よくやった。よし、これは褒めて。このさ、この今ちぎったここのとこは俺捨てるんだ。もしかしたらここに前拭いたやつの残がちょっとでも残ったら嫌だもんね。でも拭いたことない。なんだ、尿みたい。ごめんなさい。いや、これ本当に嫌だよ。鼻が出てきて。映るよ。それじゃあ先読みます。密室なんだから。そうよ。あと向こう向いて放送します。老人になると皮膚にダメだって、こっち向けって老人になると皮膚にたるみができ弾力性がなくなるそうです。そしてその象徴としてシワもできます。はい、金谷さんのシワも老化現象じゃないかしら。俺の違うんだよ、おでこの。これはね、生まれた時からもあんの。なこと力んで言うのが大体変なんだ、抵抗してるみたいな。はい、前はないよじゃん、うん、あったんだ本当。きっとそのうちやがて耳が遠くなり杖なんかついて TBS に来るようになりますよ、はい、そういえばパックは金屋さんのおかげでおじさん臭いところがありますあまりそういう面は出さないで。すいません、頑張ってますが若い者が。すいませんね、おじさんが多いもんですから、身長五尺二寸の乙女、金屋さんを廊下から守る会の会長です。群馬です。どうもありがとう。あと一番初めにさ、自分で廊下っていうのはどこから来た？来たってまだ来てないかもしれないA さんはさ、もう徹子の部屋でつまずいたでしょ。僕はいつだってあそこでつまずきませんよ。変な話、おしっこなんかちゃんと
あのピシッと切れる、終わった時に終わる、切れます。これはね、ちびらない、ザンが出るんだってね。俺ザン出るよ。ダメだダメだ、それはダメだ。そしてさ、例えばさ、チャック閉めてさ、トイレのドアを開けて、そうそうそう、出て 2,3 歩経ってからタラッとお釣りが出るんだって。そう、あれいけない。だから僕はね、僕は正直に言ってるおかげでしょうです。僕まだそうやってあの後からザン出します。あと偉いね、髪の毛が白くならないね。僕だって白いでしょ。でもそんなことあんまり関係ないもん。薄いね、だけどちょっとね、もう抜けてきてる。だけどそれはね、30歳頃からもうそんなに濃くないんだ、うん、大体毛がね、毛がね薄くなるっていうとね、全身の毛がね少しずつ薄くなるんですよ。でもね、夜中この時間はしゃいでやってるってこと自身が老化現象ですよ。他の若いあの DJ とかあのキャラクターとかパーソナリティとかっていうのはね、あのこんなにはしゃいでないよ。そうだ、ええ、そうだそうだ、なんかいやいややってる感じでやってますよ。そうだ、いけない、それはちょっと乗りすぎですよ。そう、じゃあもう少し落ち着きましょう。老骨にムチ打ってやるからこうなっちゃうの。金屋パックはムチ打ってやってるんですよ。それじゃあ次のお便り、こんにちは皆々様。はい、皆さん何ですか、大晦日は汽笛を元旦の横浜港で汽笛を聞く会というのをやるとかっていうのが、私ちょっとちゃんと聞いておりませんので詳しく教えていただけませんか。これはですね、所沢からやるやるって言ってやらないことが今年はいっぱいありましたので、これは最後のやらない納め。これはやらないのか。あのね、どういうのかっていうと、じゃあこのことだけ説明してやればいいじゃない。これ1回ぐらい言ったことある。あの街流すのをやりますよ、あれは。あのあれはやります。あのあれです、これは絶対今年できなかったけれどもね、来年の、あ、来年だから今年ちょっともう今からだとね、募集するにももう募集できない。あの、いや、街流すやつ、流し、流し、出前流し、出前流し、これはもうね1月のね、中頃絶対やる。あ、そうなの。え、やりますから、お願いしますね、その時は。はい、僕も呼んでくださいね。お願いしますね、あの宮城健太郎中心にですね、あの流しやりますからね、はい、これをお願いします。あと健太郎の時間ちゃんと考えておいてよ。あ、それじゃあこの辺でちょっとお知らせでな。はがき途中じゃ、シンプルセンテンスをやってからお知らせだって、はがき途中じゃなかったですか今の。あ、終わったんだ。終わって、それだけのことなんだ。このはがきを、はいはい、うん、よかった。でそれはやらないのね、あのだから大晦日に大晦日に横浜で老化現象だよ。やっぱりほら、途中だった話がつもりになってんだ。そうだ、話だけするんだちょ、うん、横浜の。そうだ、老化現象と風とね、うん、もうダブルでやられてるから。これはね、横浜で、横浜じゃなくたってね、うん、あの海にはね、うん、港には船があります、はい、で船は大晦日で、あの除夜の鐘を鳴らすと同じように、あの大晦日にあの汽笛を鳴らすんです、はい、でこの音をあの港に近い人は知っているけど、うん、意外にみんな知らないので、はい、あの僕らも行きに行こうかなって言ってたの、うん、で行きに行けるかどうかは来週のパックの時に決めましょう、ね、それで行く、決めるの忘れるよ来週。それじゃあ決まってんだよ。それじゃあシンプルセンテンス、はい、いつか、はい、最初のシンプルセンテンス、 A さん、うん、あの僕の入場券一体どうしたんでしょうね。六助七転八倒の公開録音入場券がまだ来ない男さん。それ行きます、シンプルセンテンスいきます、次、お腹が空いたら私を食べて、私はあなたの中であなたの愛を食べるのよ、うん、うやー、うん、お腹が空いたら私を食べて、私はあなたの中であなたの愛を食べるのよ、うん、食べ過ぎないように気をつけなさい、ね、もたれることがありましてよ、これはブイヤベースミキさんという方です。胸が焼けますから。そうです、下痢なんかしたら大変だしね。胸が焼ける、うまいですね。一人で入学し、二人下痢するってのはうまくないね。こだわらないでください。それじゃいきます。ずいぶん苦味っぽくなりましたね最近ね、はい、あれが老化現象の一つの症状。一人で入学し、二人で大学に通い、三人で卒業する。おこれじゃやってますよ。うん、わかるよね。かっこいいね。かっこいいね。友達が増えてくんですか。焼いてやんのばっかり。シンプルセンテンス、竹内先生、職員室で僕の成績大声で言わないでください。困るよ、ね、竹内先生が言うらしいんですよね。次、シンプルセンテンス、金谷さん、僕はあなたが大好きです。でも勘違いしないでください。僕は野沢さんが好きなあの類の男とは違うんだから、くれぐれも。でも疑っちゃうな。次ですね、由美さん、あなたはユーモアのつもりだったんでしょうが、就職しましたと印刷されたグリーティングカードって何。あのそういうおめでとうとか誕生日とか結婚記念日とかであるじゃない、ほらこの。ああ、分かった、うん、グリーティングカードに新居と旧姓の2文字を見た時、うん、私は思った。マリア・セシリアにうつつを抜かしたための妖精のたたりじゃと。
渋谷区の友博君。シンプルセンス、わからないのわからないまま行きましょうよって、ね、考えたって大変なんだから。スイッチを入れたら、テレビのスイッチを入れたら、徹子の大部屋というのをやっていた。そこで A さんの真似をしてくっつけてみたら、ジュッと焦げる音がして中身がなくなって皮だけになった。だね、ペンネーム奥山照信っていう人です。それではシンプルセンテンス続きます。12月20日に出る A 六助さんのレコード入れてくださいとレコード屋で言ったら、あ、調べてみましょう、あ、春男の飛んだ空の主題歌ですね。これは春男の飛んだ空です、はい、次いきます。なぜ日本の道路にはやたら右折禁止の標識が立っているんでしょうか。きっと左曲がりはいいけど右曲がりはダメだって A さんが借款法みたいに運動したんじゃないの。だって東京の K 君、勝手に自回りしてもらっちゃ困るな、いつか冗談が本気になるんだからやめた方がいいよキンキン。これは本物の自回りさん。うまいね。うまいね。アリクイですって、怠け者の間違いじゃないんですか。名犬リンキンキンさん。 A さんがアリクイに似てるったら A さんのことをね、怠け者じゃないかって。うん、僕はあまりラジオを聞かないせいか、いまだに相川欽也と A 六助の声の聞き分けがつかない。ペンネームパックイントーキングさん。いい声が僕、悪い声が相川欽也です。魅力ある声が僕、言わないんだ。僕のシンプルセンテンス、僕の日記帳に隠れている愛を天国にいる君に届くように祈って元旦に燃やします。煙を天国に向かって登れ。ペンネーム中野のまこちゃん。テレビにポールを押し付けてもいいじゃないですか。押し付けられた方はわからないんだからね、え大谷直子さん。次行きます。どうして僕の前にトイレットペーパーがなきゃいけないんですか。これはあ、係あなた。みんなに白い、みんなに白い目で見られてもみんなが心の隅で羨む、そんなスキャンダラスな女になりたい。お、うん、みんなに白い目で見られてもみんなが心の隅で羨む、そんなスキャンダラスな女になりたい。なるほど。キンキン、あんたそんな女を嫌い。いいね。お墓参りが大好きな毛皮の周り。いいね。その最後はいいね。お墓参り。ペンネームがね、お墓参りが大好きな毛皮の周り。いいですね。好きですよ。あんたこういう女を探してるんですよ。ね、いいじゃない。